やっていきましょう。はい。いや今日はさ、マジで来るまで、うん、マジ何やるのかさっぱり覚えてなくて、うん、でそうだね、あまりにも不安だったからふっさんに連絡したんですよ、うん、LINE でね、今日なんだっけみたいな、うん、そしたらいいことに気がついたねみたいな感じで何怖っと思ったら俺も覚えてないみたいなダメだこりゃと思ってダメだこりゃと思ってそう、やっぱ目をつけたこれいいなと思ってね、さすがだね、うんうん、そうそう、びっくりした、はい、というわけでね、まあ今日最終的に思い出しまして、はい、何をやるかと言いますと、サザンオールスターズっぽいやつ聞いてみよう、というわけでね、サザンオールスターズといえばどんな感じですか、なんか思い出のエピソードとともにどうぞ。まああれだよね、まあ今日さっきも言ってたけど、うん、まあある程度こう歌うとき寄せなきゃねみたいな話はあったと思うんだけど、そうだね、うん、サザンっておもろいぐらい誰が歌うときも真似しない、うん、するねこれさ他のアーティストだとあんまないと思うのよ。ないね、ここまでみんな真似するって。いや本当すごいなって思ったのは、うん、あのまあ、サザンオールスターズとかあとね、うん、あの清志郎もそうだと思うんだけど、あー確かにね、あのある種さ、下手したらコンプレックスになりかねない声質じゃん。確かに布袋さんとかもそうだと思うんだけど、うん、あれをちゃんと歌って、うん、でみんなを魅了させるとこまで行くの結構大変だったと思う。いやーまあ俺も大変だった今魅了させてますからねそういろんな方をね。サザンの方向性っていっぱいあるじゃん、うん、だから今回はまずどの方向性のサザンで、うん、勝負するのかを決めたいよね。あー俺東北系がいいな。東北か東北サザンオールスターズ、野球だなそれ社会人級だすっげえ好きなんだろうな監督が東北サザンオールスターズね、うん、で、はい、まあ、あとまあやっぱサザンオールスターズといえばね、やっぱコード進行がすごいね、なんか叙情的というか。あなるほどね。そうで、なんか普通だったらこっちのコード使うよねっていうところをちょっと違うコード使ってんだけど、うん、なんか気持ちいいみたいな、はいはいはい、その辺をちょっと踏襲できればいいなと。なるほどね。俺は人間をやめるぞってことね。え俺は人間をやめるぞ、ジョジョってことでしょ。踏襲からのね、ジョジョ的、あジョそういうことね、ジョジョねはいはいはい、ちょっとジョジョ的なってちょっと前のやつを拾ってきたわけね。あそうそうそう、はいはいはい。俺東州力が出てくるかと思ったけど。あーなるほど、東州力の方は今日ね一応不在なんで。あ、いなかった今日不在、今日休みか、うん、ちょっとねその予算なかった今日。なるあいつ結構呼ぶの金かかるんだ結構かかる予算かかってんだあいつんでで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 、はい失礼、よいしょ、失礼しすぎじゃない今日注意する、注意する、失礼しすぎじゃない今日、注意する、もう注意する、おおすごいじゃん、やるじゃん、やべ忘れかけている、忘れかけのレディオやめろ忘れかけるな壊れさせろ忘れかけのレディオ、書いてみたけど、ちょっと今 B 書こうと思って、うん、まあ、A の時点で出しとこうかなと思った理由が、うん、一定すぎるかなと思った雰囲気が。ほう、あドラムとかのでしょ。ドラムとか、まあ、コードとかもそうかもしれんけど、うん、なんか結構ガラッと変わらないと思って、うん、サザンってだからなんか B とかサビとかでガラ、まあ、B でガラッて変わってまたサビで戻ってくるのか分かんないけど、うん、なんか B の時点では変わった方がいいのかなって思ったから、うん、一旦 A で出しとく。なるほど了解。一応ねちょっとぽい感じにはしたけど俺も正解かは分かんないなんか結構雰囲気がジョニーさんに似てたから外しに行ってるって感じもある、うん、あなるほどね。まあてかビベロは多分落とす感じになるんだろうな多分、うん、今なんかそのまんまただコピペみたいな感じでコードだけ変えた感じになってたんだけど、そうなんか
まあ多分これは、うん、サビがバチって決まった時に変えるんだろうなって思いながら、うん、雰囲気こういう感じかなぐらいの感覚で書いてるけど、うん、4なん聞く？はあ、4なんまで来た。あのあれ A メロ？A メロ、 A メロしかない。いや B メロかなと思って。いや B はもう無視してる、絶対変わると思って。始めてみてよ最初から。あーなんかそんな感じするね。なんかそんな感じするね。これ4なん？あ、4なんいいかもね。あ、一応3なんも。3なんもいない。この中に3なんの要素もある。あ、ほんと。あ、なるほどね。だから2か、2、3が変化してて4なんになってる。うん、そんなことあるんだね。あ、でもそれいいかもしんない。そのさ、で、ちょっとこっちも変えたんだけど、うん、まあ、一旦ちょっとこれ出すか、外で。ちょっとね、コード進行後半違うんだよね。この後マイナーにだけど多分ハマると思う、割と今ので。感じなんで、うん、で今の一回あのミディもらおうかな。オッケー。 A メロ4なん。一度ね。いいじゃん4なん。4なん、まあちょっとあの未練が次男三男の未練を吸収した。未練って言い方。ブラッシュアップでしょ。うん、次男三男をブラッシュアップしたらこんな感じになった。でも逆に2音下げとかにしたら A メロ低いのかな。おお、なんかパッて下げれるんだったら、まあでもなんか、うん、下げれるか。いや普通に、まあ、下げれるけど、なんか どうかな。歌っててまあ別にきつくはないかな。いつもよりは低いんじゃないかな。だって A メロがいつもより低くない。まあ A メロはね特に、うん、まああとサビの、うん、なんかまあサザンっぽくいくのであれば、頭んとこよくて、うん、でこの辺はちょっとなんかあのもうちょっとふわりが少ない方がなんかサザンっぽさ出るかもなは思ったけど、パレアナって何ですか？パレアナってすごい嫌なことがあって、はい、あってもなんかこう何でも喜ぶみたいなゲームを自分でして元気になってこう女の子の童話なんだって。え、そういうあれがある？そういう童話があるんだって、少女パレアナっていう。へー。だから結構こう なんつうのこれなんか誰かに言われてるんじゃなくてこう自分自身の中でどんどん鼓舞していくような歌詞になってるから、お、まあ、そういうちょっとポジティブシンキングなやつだ。そうそうそう。
ギュッとなってグッってな、ここは手なんだね、トじゃなくて、そう、別にトでもいいよ。いやなんか両方一緒の方がなんかいいのかな。じゃあトにしよう。まあいいんじゃない、なんかあのサビ前のさ、うん、あの決めにかんなんか合わせたところが、うん、なんかまあどうなんだろう、絶妙に合いすぎててなんかちょっとあれな感じもするけど、うん、ここで遅うごう、ここってあれかな、飛び越えるのところさ、うん、遅うことも飛び越えるじゃん今、そう、遅うこともたたたたたたたぐらいにさ、ちょっとふわり増やせたりするかな、歌詞がだいぶ増えると思うけど。先に言ってほしかった、ごめんごめん、なんかこの歌詞にしてみて聞いたらなんか増えてた方がその後のなんか流れにいけそうかなと思う。涙流してもう一度、夢叶ってもう一度、おい、おし、いいんじゃない、こんなもんかな、なんかいいね。よし。じゃああとは私。ああ、だしゃ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 。9時17分、9時18分ですね。よーし。ああ、だしゃだしゃ。これでよいしょ。じゃあアコギ取ろうかな、これ普通に。アコギ鳴らしてもう一度、歌も取っても。もう一度取る？全部もう一回やる？なんか俺このさ。昭和系の時だいたいピッチよくない？なんでだろう、あの看板はないの時とかさ、あの上にこうあやる感じでいいからじゃない？あーなるほどね、合わせる感じで、確かに、まあできたかな。まあなんだ。できました。よし、はい。よいしょ。
じゃあ聞きましょうか。はい、はい、めっちゃトイレ来て、めっちゃトイレ来て、いきます。おい、おー、なんかいつもと違う。いいじゃないですか。いつもと違う。まあ俺の歌い方も違ったけど、いやだいぶ違ったね。いや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 、あ、ちなみにできました。サムネでしたね。いや、おおおおおおおー、なんだか素敵、なんだか素敵じゃん。どうしたの、なんかね、いいでしょ、うん、こういうイメージだったんですね。そう、なるほどね。トイレに行きたいではさようなら、ありがとうございます素晴らしい。